よせよごせ。はい、じゃ、梅昆布茶。はい、どうもー、ココスコスケ配信者のやすやこです。昨日ガチャ動画深夜に上げてごめんね。何回も言ってたんだけど、やっぱ2本目上げますっていうのやめとくわ。編集が遅いっていうのと、エンコードの時間が遅いっていうので、確実に2本上げられるっていう確証がないから、もう上げられるときはサプライズで上げていくことにする。ということで、ガチャ動画貼っとくんでよかったら見てください。コメントしてきまーす。一縷の望みだよ。一縷の望みな。俺のコメント欄は先生がいっぱいいて、頭が良くなっちゃう。皆さん、ありがとうございます。翔太さん、鬼滅の刃の声真似してください。あ、チャンネルミスったわ。コメント欄で喧嘩してて草。喧嘩ではねえか。いや、でもこういうの面白いよね、コメント欄で。みんなで喋るの。自分 SSRL に2体出たんですけど、もちろんゴーさんも当てましたよね。全く同じで草。最近ギルメンに草の使い方これで合ってるかっていうね、聞いたんだけどね。ガン無視された。かわいそうなゴース。何したうちしたんだよ。そんな筋肉はねえか。琵琶湖行って魚取ってこい。ということで本日の企画、巨人討伐戦で安定しながら高コインポイント取りましょう。それでは巨人の画面へ、あ、レッツラゴー、んティラタンティラダンシング、おねねもはでチャーミング、ねんとかがんとかバンジング。はい、ということでパテはこんな感じですね。エスカノールで金札を作って攻撃、構えで攻撃で、デリエリの必殺を貯めてバンって打つって感じですね。そんで4枠目を赤ゼルドリスにするともっとポイントが取れるらしいんですけど、まあ、体力に自信がない人だったり安定ができない人は赤エリを入れるといいかなって思います。それでは行ってみまーしょ。ビヨン。まあ今ね、深夜のね3時15分だから、なかなか声小さめに行かせていただきます。もう相変わらずやべえ顔しとんなこいつ、おい。すんげえ目だなこいつ。うわ、うまいうまい。もうこれはこうなった時はこれでもエスカを金札にさせて、これでバン、とりあえずいらない札捨てていこう。おらいおらいおらい。おお、4大天使アスカすごいな、さすがだぜ。あ、これねオッケーオッケー、これがバフなんだよね、これがバフだから、そう、これがバフ、これがバフなんよ。で、どうしよっかな、ここ。これで叩いて攻撃して構えとっとくか、これで。で、どうだ。オッケーオッケー。で、これ構えとって、これで2ターンは結構なあれを出せるさ。おお、すっげえ顔しとる。フルカウンターで、絆キャラをね、メリオダスにすることで HP 吸収率がめっちゃ上がるよ。オッケーオッケーオッケー、いい具合に叩き出せてるから、どうしよっかな。もう一旦これで攻撃しとくか、これで。で、次のターン水色になったらもう総攻撃入ろう。一番下やないかい。一番下やないかい。あ、うまい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 。フルカウンター。まあデリエリのね、あれができないかもしれないんだけど、必殺が打てないかもしれない。ちょ、みんなが強すぎて。フルカウンター。全然一番下よ。フルカウンター。まあでもこれでもね、もう毎ターンとりあえず30万ダメージぐらいは出す。ああ、なんで終わってんの、早っ。まあ本来であればこんな強い人たちと行かなければ、これやりながらデリエリの必殺食べて1位も取れるから。裏がコインゼルドリスだともっと取れるわけなんだけど、これはもうもう恥ずかしいなこの得点は。ということで YouTuber 3人で行きたいと思います。アイザー YouTube アスカ4大ギャル予定をゴー。あと深夜すぎて誰も入ってこんから、これでいくわ。これで負けたら面白いな。え、やっぱ気持ち悪いわ、何回見てもこいつ。いや、でもいけるっしょ。でも俺以外の2人バカ強えもん。うわ、また札、この札だ。え、これもう一回やっぱこれで、これでとりあえずこれでいくわ、とりあえず。で、次のターンからもう一回全部使ってデリエリの札来ねえかな。あ、うまい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 、めちゃうまいめちゃうまいめちゃうまいだ。バリウマン。オッケー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 、別に別に別に。
別に君を求めてないけど、あ、横にいられると思いでしょ。君のダルチェンドゲペネヌゲペネヌ。これマジでね、強いんよこれ。裏にゼルドリス入れればもっと参ると思う俺は。札上手くないこれ。え、行けたくないこれ。ついに、ついにじゃないこれ。オッケー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 。よしよし、ついにいけるぞ。多分いけるぞこれ。こうして、来た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 。これで次のターン必殺撃つ。これが一番多分いいムーブだと思う。来た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 。よし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 、フルカウンター。ナイス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 。オッケーオッケーオッケー、ナイス。マジでいけっぞこれ。よし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 。ほらマジで、ちょっとごめんなさい、アイゼンさんにおめえらっていうのはちょっとおこがましいんですけど、アスカには、マジで見とけアスカお前。あ、いや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 、いけ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 、頼む。500万ぐらい出て65万。いやでもでもよ、でもよ、2位で行かせて、2位で行かせて。うん、どっち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 、頼む、2位、2位、2位で頼む。うーわ、ゴリッゴリの3位や。いやでもやりたいことはできた。こういう感じ、エスカノールで貯めつつ、デリエリはすぐにはあげないで、デリエリの札来たら重ねて必殺上げながら、バフ解除が来ない時にインベでランクアップさせて、最後バフつけてバフつけて必殺って感じでやっていくと1位も取れるし、まあ俺は取れてないんだけど、こんな強い人たちとやんなければ1位は絶対取れると思うから、みんなでやってみてね。本当にアイゼンさん、アスカさん、撮影ご協力いただきありがとうございました。YouTuber 京都楽しかったです。ということで本日のご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。